アドミラルティ造船所ドイツ国防軍の写真で、右上から左へ流れるネバ川の上が、バルチック造船所で、下が、アドミラルティ造船所アドミラルティ造船所1、アドミラルティ造船所はロシア第二の都市、サンクトペテルブルクにある造船所である。ロシアで、最も歴史のある造船所で、フィンランド湾に面している。ネバ川向かいのバルチック造船所と共に、 ロシア最大の造船所でもある。海軍向けに原子力潜水艦、ディーゼル潜水艦などを建造している。アドミラルティ造船所は大北方戦争中の1704年に、ピョートル大帝によって、旧アドミラルティの裏の空き地に、ガレー船造船所という名称で設立された。その後1800年には、新アドミラルティ造船所になるなど名称は様々に、 変わったが2001年に国立企業の連邦国営単一企業アドミラルティフ島となり2008年には統一造船会社の下でオアをアドミラルティフ島になった造船所創設から1917年までに1000隻の船舶を建造したその中には137隻の大型軍艦700隻の小船及びオールコギ中小型船舶100隻の 鉄製船舶が含まれる。1917年ロシア革命を先導した防護巡洋艦オーロラもこの造船所で建造されている。20世紀に入ると主に船艦、潜水艦、巡洋艦の建造を行った。1959年には世界最初の原子力採氷船レーニを浸水している。1990年代に入ると 石油タンカーの建造にも取り組み、ルクオイル用に5隻建造している。1966年に、ビクター I 型攻撃型原子力潜水艦を建造したのに続き、銅2型、銅3型を建造した。またアルファ型攻撃型原子力潜水艦も建造している。1973年から1998年までの間に、アドミラルティ造船所では、 原子力潜水艦41隻を含む潜水艦298隻、潜水艇68隻を建造している。現在も通常動力型潜水艦の建造は続いており、キロ型潜水艦、ラーダ型潜水艦を建造している。1992年にはイランがキロ型潜水艦2隻を購入している。ラーダ型潜水艦の輸出モデルである。 アムール型潜水艦は2019年3月現在で発注がなく建造されていない。コンスル型潜水艇と呼ばれる深海探査艇も建造しており、先行深度6000メートル、航続時間10時間で深海艇から200キログラムまでの資料を回収することができる。潜水船の建造比率は造船所全体の70%を占めると言われている。日全国紙 コメルサントによると、ベトナム向けに、キロ型潜水艦6隻を建造する予定という。2009年から2010年には、アルジェリア向けに、キロ型潜水艦2隻を建造する予定であった。ベトナム向け6隻は2017年に、最後の2隻が引き渡されたほか、アルジェリア向けは、改めキロ級4隻を、追加受注して2019年に収益させた。フランス政府との合意で、 ロシア海軍がミストラル級教習揚陸艦の同系艦を導入することになり、ネバワン城のコトリン島に新設した造船所で2014年から建造に入る予定だったが、2014年ウクライナ騒乱の影響で、フランスで建造されたミストラル級2隻の引き渡しが中止になった。このためミストラル級の導入そのものが白紙になり、 新造船所ではバラ積み貨物船と大型船頭艦を建造することになった。商用船施設では1950年代中頃から商船、再氷船、大型救南艇漁船、ドライドックなどを建造している。船舶以外では、東造船所の鋳物工場が宮殿広場のアレクサンドルの円柱の上部にある天使像、聖、イサーク大聖堂の大屋根、 様々な運河に架かる橋などを作っている。ありがとうございます。